立て打ちたいんですけどダメみたいです。今日は私この店で一桁引いた記憶はないわ。おはようございます。普通の番号です。皆さんこんにちは、みなせみかです。というわけで始まりました新番組のレコードブレーカーです。この番組の趣旨は、何ですか。あえて撤去期限が迫っている5号機を楽しく出演していこうというシンプルな番組でございます。プラス番組独自で調査した日本記録的なやつがあるんですよね、5号機の。それを更新したら視聴者の方と私双方にプレゼントですか、なんかいいことがあるということで、ね、それが何だか分かりませんけれども、はい、そういった番組でございます。ちなみに記録ってどんなレベルのものでしょうか。います、無理。絶頂32勝まんまに届かず、私多分十何勝ですね、自己最高。それレベル違うじゃないですか。バレプル56戦、1370かというか、私あんま窓つ打ったことないんで、まあ、打つことになることもあるかもしれないですけど、でも今のところどうにかもしかしたら引けるかもぐらいの感覚でした。してます。 NBA さんですね、大先輩の編集長、元編集長。スーパービンゴです。3666ゲームを乗せ9時に引いたんだ、きついっすね。エイさんありがとうございました。とりあえず紹介だけさせていただきました。というわけで見せていただきましたけれども、皆さんすごい記録をお持ちですが、私も記録と記憶に残る実践をしていきたいと思います。というわけで頑張っていきたいと思います。みんなジャグラー打つでしょ。まあでも5号機なんでね、ジャグラーもありなんですけど、私には耐えられないかなと思ってこっちの方がいいのかな。なんかこの間真ん中の方出てたんですよ。あーでも昨日これ40回当たってるのか、多分台盤関係ないと思うんで、まあいいや、私いつも端っこ打ってたんですけど、この店で実践参ります。新番組一発目大事です。マジでこの店の相性半端ないんです。 私とメガガイア東大宮の相性あの凱旋の記録も私この店で塗り替えてますから、別番組ですけど、まあでもあれですよ、自分で言いますけど、引き強スロ姫というキャッチフレーズでね、十数年20年弱やってきましたから。いやもう番長ツリーの構成って、あ、本店長ですね、大河さん久しく打ってないですよね、多分。あでもなんか4みたいなライは今年の頭ぐらいに1回打ちましたけど、まあ、クソ負けましたよね、やっぱ4危険ですよ、6と間違えて打つ4、まあ、結果捨てましたけど、夕方ぐらいにこれは勝っちゃうパターンがいいな、勝っちゃうパターン。80% の2万枚いけるいけるいけない、ごめんなさい、嘘つきました。ベルは引けるから、ちょっと朝一のハマりは理不尽なのやめてね。とりあえず設定カンパしつつ打ちたい、まあ、とはいえ空いてないですけどね、他の台マジで1回だけ5000枚ぐらい出たことあるんですけど、それぐらいなんですよ、もう出ないです私が打つと。ああそっか、 DMM さん あの王道で5000枚出たんですけど、収録終わった後に5000枚出ましたから、
いやだから5000枚が最高ぐらいですよ。マジで出せないです。さっきスルーしたからお願いします。お願いします。こういうのでハマりを回避していかないと。誰だ、カオル先生だ。さあチャンス目から特訓行きました。次回予告じゃないか。あーラグビーか。あ、ベル引いた。ため息が出た。あー、次32だ。ちょっと頼むよこれ。もう抜けないでくれ。抜けたら一気にやる気なくなるんで。抜けてますよ。もう やめたくなってきたんですけど、このだ。いやー、ちょっとこれは嫌だな。嫌な予感がするな。おお、ほら、こんな対決生き方あるのかな。岩尾、これちょっとチェリーか。割れてないよな。さっきチェリー引いたよな。はい、BB とかないかな。さあ302ゲームですね。8000円。そうですよね。あー、やっぱりチェリーですね。弱チェっていうか通常チェリー。絶頂の記録33いけばいいでしょう。33いければあの視聴者の方も私もいいことが待ってるわけですよ。いや、ベルが引けない。あ、そういうこと。いや、これ頑張りたいな本当に。めんこ、なんで大事なとこでバトミントン出てくんだよ。お、裏赤い。そこはオスとかにしとけよ。怪しいなこれ。あー、2ゲームで終わったし。もう100枚出てませんけど。あ、100枚いったかこれで。あー、これはループがないとダメなやつですね。あー、残念パターンが来ましたよ。つらっ。110枚。いや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 、引き戻さないから。ちょっと今日は新番組ということで、私だけが出る番組ではないので責任取れないので、暴言と下ネタはやめときます。あれ5っすかね。さすがにやっぱ5入れてんのかな。ならまだこのラインで可能性はありますよ。もし5が入ってるんだとすれば。いやー、今んとこ私の第1ですよこれ。私予想だと設定1ですね。ピンポイントでその辺にいい台あるのにこのラインを積もった私、何回この店来てんだよって感じです。来た、やっとベルで。割れない。なんでベル引くけど。裏か。
そう。びっくりした。342ハマってない方、相当数が1万5000ですね。なんかチェンニーかなんか引いたやつかな、これ48残ってますから、ね、51。赤赤、はい、単発免れましたよ。大だね。チャンス目。嘘でしょ。ちょっと。あ。終わってますね、弁当引いてるの。無理だな。この店でも無理とか言ったらもう無理よ。ガチでお払い行こうかな。じゃあ5メインなんですかね、高設定は。2台この島なんだよな、10台中2台絶頂入ってるんで、隣どうしようかな。はい、2台目761から行きます。あの通常 BB 引いたのは見てました。多分ハマったからやめたなと思うんですけど、ちょっと待って、あ、なんか当たったら気まずいんですけど、まあ その人どっか行きましたけど、やべえこれ当たるな。分かんない、ラグビー中対決とかね、中対決か。外れたのかい。外れたのかい。そうですか、ここよ。うわー、クソ演出だ。引いたときはクソ演出だった。やばい、だんだん無になってきた。無の状態になってきましたよ、もう。はい、決戦。メンコ以外。はい、おなんか引いたでしょ。お出る。隠れるのかな。
おい、危な。負けたとこで飛ばす今日最高が2連です。ここで郷大寺は絶対よ。行かないか。さあ、強い対決にしてくれ。よしよし、これはいただきパターン。3連続強引すごく早く赤赤赤青。あ、使った。ストップしました。よし、5連まで。もう1個ありますからね。びっくりした。さすがにこれ2発外すとかおかしいから。さっきの相撲、そっか、嘘でしょ、やばくないですか弁当どうなってんだよ、2発外すとかもう必ず単発なのやめて。そう、ほら453枚すら、どれてか通常ビビ引きたいな。あのおばちゃん、なんか低設定なのに間違って引いちゃった。引き強いおばちゃんだったのかな。まあでも私が打てた台はもう絶対違うでしょうから、この台にかけるしかない。もう全く開かないんで他が。やばこれどうなるんすか。ナビミスってベル揃えちゃいました。え、何これ、やっちゃいけないことやったんです私。どういうことっすか。恥、なんか中押しして押せてなくて利用しちゃったんですよ。そしたらこうなりました。もしかしてナビでベルなんか出ないですもんね、絶対通常時出ないですよね。でも揃ったんですよ。はい、レインボーはそれは当たります。345追加投資なし。よし、3度目の正直だ。これはこれいける。そういえばまだビンビン引いてないじゃんこの台打ち。だから出てくる対決が全部郷大寺だと逆対決なんですよね。ほら、いやー、71枚単発とか本当にふざけんなよって話だよ。
これはやっちまってるよな。絶対単発じゃん。71番何やってんだよ一体。この時間は何なの本当に。よし対決戦、ちょっと強いやつちょうだいよ。攻めてベル、つらいよもう、助けてよもう。あ、寒いよ。寒い寒い。やっぱりね。あ、なんか上がった。今日対決でした。確定対決か。はい、確定対決ですね。102。お、二回目ですよね。おばちゃんが引いたのと合わせると総ゲーム数が多分通常時2300、2回引いてるでね、確率で言ったら6位とに引いてるんですけど、これは、まあ、ある程度高設定、ある程度高設定なのかな、わかんないですけど、1ではないのかしらね。1例ばっかりで終わった。おいっと、初めて引っ張られてきた。お、しかも3連まで確定。ね、ためとかないとじゃない感じはあるんですよね。32ベルで対決ちょうだい。演出ベース出ない、見てた。そしてストックがない。うわ、これはさすがにきついでしょ。あ、いった。3つ、ループが3つ出てきた。あ、4日目で来ましたよ。4日目でした。いや、全部マジで弱だな。ほら、2ゲーム連続ベル引いてるぞ。3ゲーム連続でベル引いたぞ。よし、カモンではないけど、あー頑張りました、やっと引けました。 ARP 新 DB、なるつもりでいるけど、なった。音ちっちゃくしたかったけど してなかったからと思ったら、やっぱりこの音。怖い。あー怖
またパンダラフ光らせないとダメ。お、まだまだあるループ。さすがにこれ高ループだな。とりあえず6日目までは続けないと。はい、というわけで実戦終了しまして、結果の方がマイナス1251枚ということで、まあ、ボロ負けまでは行ってないですかね。とりあえずお金下ろさなくて済みました。5号機を存分に楽しんでいこうという番組なんですけど、多分このぐらい尺があったとしたらこのぐらい楽しかったですね。通常 BB 引いたあたり、ちょっと900枚が出た時がちょっと楽しかったんですけど、その後また微妙にハマってやめるというね、残念な結果になりましたけれども、まあちょっと珍しくこのホルさんは本当に相性が良かったんで残念な結果になりましたけれども、次回以降もう出させてもらう機会があると思いますので、はい、次回以降にぜひ期待していただければと思います。そしてまだ視聴者さんからの投稿ですね、記録の投稿をお待ちしておりますということで、こちらの方にぜひ送っていただければと思います。あんますごいのやめてください、こせないんで、適度なやつをすごいのが欲しいんですかね、 DMM さん的には。ぜひ投稿してください、よろしくお願いします。こんな感じで相変わらずね相性悪かったんですけど、まあ、やっぱ私ゴッドですからね、はい、って言ってももうゴッドないですけども、もしかしたら今後なんか違うホルさんとか行ってポセイドンあったら行く可能性はありますんでね、こっちも楽しみにしててください。まあとりあえず11月までは続くんでしょうかね、この番組続けられるように私たちみんなで頑張っていきたいと思います。はい、その頃には皆さんの記録を塗り替えていたいと思います。というわけでまた次回も見てください。それではさようなら。